ジェフリー・ジョン・ホーナセックはアメリカ合衆国の元プロバスケットボール選手。1986年から2000年までシューティングガードとして NBA の3チームを渡り歩いた。1981年にアイオワ州立大学にレッドシャートとして入学したホーナセックは1982から1986年まで大学のチームでプレーしている。 プロ入りを目指す選手としては珍しく奨学金や、スカウトに入部を保証された選手ではなく、入学後に自ら入部を申し出ている。その後、高校のバスケットボール部のコーチの息子だった、ホーナセックは、ビッグ8カンファレンスの選抜チームにも選ばれるほどの活躍を見せ始め、1986年には、NCWA 男子、バスケットボールトーナメント優勝へとチームを導いた。 当時ポイントガードだったホーナセックはミネアポリスのメトロドームでの一戦では同点に追いつくショットを決め延長では26フィートからのジャンプショットでアイオワ州立大学に1944年以来のトーナメント優勝をもたらした大学での665アシストはリーグ記録1313 13ポイントはアイオワ州立大学史上最多である 1986年の NBA ドラフトでは、第2巡目にフェニックスサンズの2巡目指名を受け、サンズのスター選手として活躍。1992年の NBA、オールスターゲームにも出場した。しかし、自己最高成績を残した、プロ6シーズン目終了後には、チャールズ・バークレートのトレードで、他に選手と共にフィラデルフィア・セブンティシクサーズへ移籍。 シクサーズにはすでに他のシューティングガードがいたため、ホーナセックはポイントガードとしてプレーすることとなった。1992から1993年のシーズンには1試合平均6.9アシストという自己ベスト記録を達成したものの、チームは26勝56敗と大きく負け越した。翌シーズン半ばの百九十四年二月十四日には、ジェフ・マローンとの交換で、 ユタジャズに移籍し、ジョン・ストックトンの横で、元のシューティングガードのポジションへと戻った。1997年と1998年には、ジャズの NBA ファイナル出場に貢献したが、両年とも、シカゴブルズに敗戦し準優勝に終わった。2000年に、膝の怪我で引退を余儀なくされるまでジャズでプレーした。引退後、ホーナセックの背番号14は、 ユタジャズの永久欠番となった。2007から2008年のシーズンには、ジャズの特命コーチとして、アンドレイ・キリレンコ等のシュート技術工場に勤めた。2008年5月には、コーチ候補として、シカゴブルズのゼネラルマネージャー、ジョン・パクソンとの面接を受けたものの、家族にかかるプレッシャーを考慮し、自ら候補から、辞退した。現在は、妻と3人の子供とアリゾナ州に住む。 2011から12シーズンより、ユタジャズのアシスタントコーチを務めた後2013から14シーズンより、フェニックスサンズのヘッドコーチに就任。惜しくも、プレーオフ進出は逃したものの、レギュラーシーズン48勝34敗を記録し、NBA 最優秀コーチ賞の投票では、受賞したサイアントニオスパーズのグレック・ポポビッチに続く2位にランクされた。しかし、 翌2014から15シーズンは39勝43敗に終わり、2015から16シーズンも低空飛行が続き、2016年1月30日に解任された。2016年5月18日、ニューヨーク・ニックスのヘッドコーチに就任した。2018年4月12日、ニックスからヘッドコーチの職を解任された。 ガードの選手としては極めて高いキャリア平均49.6%のフィールドゴール成功率をはじめ40.3%の3ポイント成功率 NBA 史上12位の87.7%のフリースロー成功率を記録した優秀なシューターであった身体能力は特筆すべきものはなかったが頭脳面積で高い洞察力を武器に12年連続2桁得点をマークし 最終シーズンには、キャリアハ敗滅シーズン1位の95.0%のフリースロー成功率を達成するなど引退するまで安定したスタッツをマークした。1994年11月23日のシアトルスーパーソニックス戦では、当時の NBA 記録となる1試合中8回連続の3ポイントシュートを決めた。 同シーズン1994年12月30日から1995年1月11日にかけて NBA 大記録となる11回連続の3ポイントシュートも決めている。フリースローの名手としても知られるホーナセックは1999年11月12日から2000年1月6日までの試合で67回連続でフリースローを成功させている。 フリースロー前に3回放をさするルーティーンも注目を、アビ、自身は、この動作は3人の子供への挨拶だと説明している。basketball-reference.com ありがとうございます。